クリストファー・メミンジャー、クリストファー・グスタバス・メミンジャー、クリストファー・ゴブス・メミンガー、1803年に1月9日から1888年3月7日は、アメリカ合衆国の政治家、1860年代初頭に、サウスカロライナ州の連邦離脱を先導し、南部諸州によって結成されたアメリカ連合国で、初代財務長官を務めた。1803年、 クリストファー・メミンジャーは、ドイツ・シュトットガルトのファイヒンネンで生まれた。父親のゴッドフリート・メミンガー。メミンジャーは、陸軍将校であったが、クリストファーの誕生から1月後に戦闘で命を落とした。その後、母親のエーベル・ハルディナ・コーレル・メミンジャーと共に、アメリカ合衆国のサウスカロライナ州チャールストンへ、重したが、1807年に、 黄熱病の流行により母親も死亡し孤児となると、チャールストン市内の児童養護施設に引き取られた。1814年、11歳のメミンジャーは、後のサウスカロライナ州知事とマス・ベネットに引き取られた。幼い頃から振動ぶりを発揮していたメミンジャーは、翌1815年にわずか12歳で、サウスカロライナ大学への入学を許可された。そして1819年に、 自席で大学を卒業すると、1825年に弁護士の認可を受け、弁護士として大成した。メミンジャーは1832年にメリー・ウィルキンソンと結婚した。さらにメミンジャーは、州の政治にも足を踏み入れ、1836年から1852年まで、また1854年から1860年まで、サウスカロライナ州会員で活躍した。 メミンジャーは財政委員会の議長として、また聡明な財政家として高い評判を獲得した。またメミンジャーは教育の重要性を強く唱え、黒人学校と白人学校の両方に資金を提供した。そして、州の学校制度を刷新し、合衆国で最も総合的な公立学校システムをチャールストンに築き上げた。 メミンジャーは南部諸州の連邦離脱問題について恩恵的な立場であると見られていた。しかしながら1860年の大統領選挙でエイブラハムリンカーンが勝利するとメミンジャーはサウスカロライナ州と共に連邦離脱を決意した。1860年12月にサウスカロライナ州が連邦を離脱すると翌1861年1月には続いて離脱した。 他の南部諸州と共に南部連を立ち上げ、メミンジャーは臨時憲法を起草するための会議にサウスカロライナ州代表として選任された。メミンジャーら12人で構成された憲法起草委員会はわずか4日間で臨時憲法をそうすると同年2月9日に連邦離脱諸州はアラバマ州モンゴメリーでアメリカ連合国を結成した。初代大統領には ジェファーソン・デイビスが選出された。1861年2月21日、デイビス大統領は初代内閣においてメミンジャーを財務長官として任命した。メミンジャーは財務長官として連合国が直面する多くの財政的課題に挑戦した。メミンジャーは国債や関税を通じて政府の資金確保を試みたが、 まもなく所得課税や俯瞰支幣といった強硬な手段での資金確保を容疑なくされた。戦前、南部諸州の工業生産力は北部の年間16億ドルに対しわずか1億9300万ドルに過ぎなかった。連合国の国内市場の未発達は政府の歳入にも大きな障害となり、一部の都市を除いた大部分の地域では通貨が 決定的に不足することになった。そのため税金を現金で徴収することができず、現物調達がしばしば行われた。そのため徴税官は人口の大部分を占める農民から食料の一部を有無を言わさず取り上げることになり、金持ちのための戦争を貧乏人が戦わさせられているという演佐の声を強める決となった。メミンジャーはロンドンなど、 海外の金融市場に望みを託したが、軍事情勢が南部に不利になるに従って、南部の国債に投資する資本化は減少していった。メミンジャーは南北戦争以前には、信用に裏付けされた高価流通を支持していたが、資金確保のため、信用の裏付けがない紙幣を再現なく発行せざるを得なくなった。その結果、インフレーションがとどまることなく進行し、 1864年春には、連合国紙幣の価値は、開戦時の2%にまで減少することになった。1864年7月、メミンジャーは、経済政策の失敗の責任を批判され、財務長官を辞任した。メミンジャーは、ジョージ・トレンホルムにその任務を引き継ぐと、ノースカロライナ州フラットロックにある別荘で生活を始めた。そして、南北戦争終戦後、 メミンジャーはチャールストンへと戻り、1866年に大統領御社を受けると弁護士業を再開した。またメミンジャーはサウスカロライナ州の公立学校システムの整備に努めた。1888年、メミンジャーはチャールストンで死去した。チャールストンの遺体はヘンダーソン郡フラットロックのジョン自然墓地に埋葬された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。